にちは。氷の洞窟の、途中からやっていこうと思います。このなんか迷路みたいなとこ、迷路というか無限ループっぽく見えるエリアを抜けたところからですね。よし、半分ぐらいかな、わかんないけど。あれはどうやって取ったらいいんだ。なんかスイッチが結構いっぱいあるな。なんだこれ、いっぱいあるな。どういうこと。あ、入れるよ普通に。ベレット、スイッチじゃなかったっていうね。あ、間違えた。ルーンボトル、スターベレットか。ミント、寿司寿司。僕の番だ。で、この室に入れるのか。アンクシールドって何？ん？これか。中央に聖なる封印であるアンクが。盾か。あ、死んじゃない。クレスが下がる。あの奥行けそうだよね。あ、行けた。レッサーデーモンだって。なんだこれ。あ、隠した隠した。闇か。フレンケン、あ、フレンケンいける。ミント絆落とし、みんなに頑張ってもらおうかな。やべ、なんかしなきゃ。フレンケン、あ、そう魔法も使うんだあいつ。すごい道のりだよ。んで、こっちは？あれ？繋がってる？あ、ちょっと繋がってる。お？あっちにスイッチがあるな。私の番だよ。どう進むはいいな。スイッチ押せばいいかな、とりあえず。レバーがあります。切り替えます。水だ。これ良かったんかな。もう一個のあっちは？キャベツ。私の番だよ。あ、失敗したでしょ、ハチ。これ失敗分って簡単に入るんですかね。ダメなのかな、やっぱり。どうなんだろう。アーチェの失敗回数多いよ。あ、ここ水あったんだ。待って、向こうが。ここ進むんだな。もう一個行けとかったよね。あっちの下。この下は？あたしの番だよ。よし、成功した。次は何だろうな。なんだなんだ、こっちも進む系？あ、水が今度こっち入ってる。あれで切り替えんのかな？そいつあっち行ってみるか。私の番だよ！よし。進もう。いやー、聞き飽きたアーチェの私の番だよ。どっちから進めんだ？ここ行って、あれ？ここ行けないな。どうなってんだろう。お？はい。
なになになに、ここどこどこどこここどこ。結構後半だからか、落とすガルドがめちゃめちゃいいですね。私の番だよ。1万3000とかで、どうなってんのこれ。左も行けるしな。あ、宝ゾーンか。なんだろう。あ、味噌、そういえば1個買ったんだよね。ゲイルスプレッド、1個しかないの。何、アイスコーヒー。同じか。氷の封印の名を冠した剣、その昔石竜太一の切り札とされたもの。このスプレッド系何種類あるんだろう。今度風なんだ、ゲイルスプレッド。プリティミトンプリティミトン、キッチンミトン、プリティミトンがあるか。かわいいね、とてもかわいらしい手袋だもん。で、宝ゾーンだった。寿司、寿司、僕の番だ。マグロマグロはうまいぞ。どこ、ここ、あれ、ここあれじゃん、ここと繋がってるんだ。あ、水だ。あ、ここあれじゃん、あの階段降りてきたとこだよね。キャベツとかなんかなくなった。あそこがいける、あそこもいける。こっちだ。あれ、行き止まり。これボスかなこっちは。なんかあるなんだろなんだろなんだろ、なんですかねこれ。踏んでみていいかな。ほい、なに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 、何の音。さて、お寿司何にしようかな。僕の番だ。またマグロだ。よしよしよし。で、何か動きた。あ、そこの隙間とかないよな、何もないか。何が起きたんだろう。あ、凍ってるってこと。そういうこと？こっちは意味なかったのかな。何にもないんだ、行き止まりか。え、戻るんだ。じゃあ、なになになに、あ、通れる通れる。であっちもまた凍らせるってこと。水を出すのってどうやるんだっけ。あっちか。お寿司何かな。いや、茶碗蒸しにしよう。あたしの番だよ。上行って変えられたよね、あれだ。あれ、また変えられんのかな。茶碗蒸し食べたいな。あたしの番だよ。なんで茶碗蒸しってあんな優しい味するんですかね。切り替えよう。凍ってるっぽいよね今の。シューってそうっぽいよね今の音。あ、凍ってる凍ってる。へー、あ、で、こっち行けるようなのか。おーおー、セーブポイント来ちゃったなもうすぐ戦うんか。セーブしよう。はい、セーブしました。どうしようかな。鈴を抜いてミント、チェスターでいいかな。だいぶ強くなったもんね、チェスターの。チャージ、チャージ300ぐらいにしといて。
これで行きましょうかね。うん。で、そういうは何もない。何もない。おお、すごい。下なんか街みたいの見えるんだけど。え、なんか映ってるわ。あそこにいるんだな。あ、いる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 。我が名はフェンビースト。氷の洞窟は不可侵の聖域。我が御神島にはフェンリル様の魂が封印されているのだ。渡すわけにはいかぬ。すごい。ボーンって。あ、一体か一体か。一体長い。でででで、ちょっと離れた方がいいかな。あ、そうそうそう。チェスト届くよな、弓の方。クルス、ちょっと一人で頑張っていこう。いって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 、いってってって、強い。あ、気絶してるんだけど。おいおいおい、なんかワーンつってる。なんだなんだ。あ、止まった。やばい、フリーズ。あ、全然なかった。やばかった。フリーズした。あの日々が蘇る。おー、ピンク、どうこれ、聞いてる私。見えないんだよね、ちょっと。またワーンつってる。あ、止まっちゃう。あ、大丈夫かな、これ、終わった後。フリーズしない、これ。大丈夫かな。ほんと振り向いてやってくれるのね、クリス。あ、もうちょっと、もうちょっと。やばいやばいやばい。ワーンってなんだろう。っていうか、マジで調子悪い。止まりまくる。なんでー。あ、倒した。戦闘後の、暗転に注意だからね、これ。止まるの、止まりますから。何も手に入んないんかい。ここがやばい、ここがやばい。こう乗り越えれば多分、よしよしよし。あー、びっくりした。なんであんな重かったんだろう、今回。いつも平気なのに。あー、びっくりしたよ。貴様らのような人間に命を預ける。それもよかろう、委員会。さあ、受け取るがよい。氷の剣か。氷の剣を。あ、大丈夫、吸い込まれてる。ボーパルソード。なんだ、頭に直接声が。なんだ、なかなかの実力の持ち主だ。やだな、クレスの中入っちゃったかな、フェミスト。そなたならこの技を使いこなせるであろう。さあ、受け取れい。あ、頭に何かが注ぎ込まれているようで、なんか気持ち悪い、それ。次元山来た。よっしゃ、やったー。待って待って、料理をとりあえずして。とりあえず料理をして。私の番だよ。装備、ボーパルソード、氷のような闘志を持つ魔剣、三種の武具の一つ。これ次使ってみようかな。下がっちゃうけど、せっかくだし。うん、水属性いいでしょう。と、次元山来た。どうしよう、何にしよう。あ、魔法を選別、いいや、主祖伝列派にして、噛んでるけど、グレンケンやめて次元山にしようかな。あ、しかもあれだ。習得率あるこれ。時空剣技の一つ。へぇ、すごい。空間を歪ませて敵を一刀両断する。もう意味わかんない。へぇ、すごいじゃん。
クレス、あんたすごいことになったな、なんか。よし、いやー、不思議な世界でしたけど、ここ。よし、じゃあこれでおしまいで1個目手に入れることができましたね。じゃあ今日はもうちょっといけそうかな。鉄子が出ます。はい、氷の洞窟から出てきました。でも街まで見ようかな、久々に。三種の、なんだっけ、三種の武具変わんないんだ。今日はじゃあ未来のオリーブビレッジ、次回今度炎の剣を取りに行くので、こっちに、ここですよね、そこに行くと思うので、オリーブビレッジ見てなかったから今日ちょっとそれ見て、その次回はあの炎のあそこ塔みたいなところに行こうかと思います。暑いな、未来では。暑いわ、変わらない。やるや、スパゲティ、そんな名前だったっけ、ここ。え、人変わった、どうしたっけ。まだこれがある。いけないんだ。まあもう買ったからいいけどさ。目新しいものは売ってないかな。いらっしゃい。ヤゴちゃん懐かしいな。何気にライフボトル、いいか。ルーンボトル買っておこうかな。ルーンボトルとスペクタか、スペクタ買っておこう。ここの薬はすべて私の手作りよ。すごすごいでしょ、すごい。メッサの洞窟の怪物は炎の弓を持っているらしいぜ。で、アスプレットのこと。熱い。あ、卵いらんかね。組み立ての卵だよ。一つ20ガルドだよ。高いんかな。ありがとうやんした。卵いらんかね。はい。これ高い？いくらだっけ、卵って。なんかひたすらこれ買ってるけど。どうなんだろう。あれ、卵って持ってないっけ？あ、いや、持ってるよ。そんなに卵ない？それじゃ持てないよな。そうだよな。あの食材屋では卵売ってないんですかね。ここから東の溶岩地帯に塔があるじゃん。あそこの中は灼熱地獄で、生きて帰った者はおらんという話なんじゃん。じゃがそれだけ価値のあるお宝が眠っているとも考えられるがの。フェッフェッフェッ。そうだ、ガーリックって名前だった。この大陸は超古代の大国のオーディーンによって統治されたっていう話だ。しかし当時の戦争のせいで砂漠の大陸になってしまったんだとさ。もともとは砂漠じゃなかったんだ、ここ。考古学者から聞いたんだ。フレアバゼラード、炎の悪魔フラムベルクの力を秘めた星みたい。持ってないんだ私これ。これさ、次手に入ったりするかね。買う？あと持ってるか。プリティリボンがない。1個だけないんか。このためにチャーム使うか。
なんかでも余りそうな気もするから、なんだっけ、ミラクルチャーム使っちゃってもいいかなって。まだ3つもあるしさ、普通のなんだっけやつもあるよ多分。さあ、そう、チャームバトル4個あるから、いや、使っちゃおう。ミラクルチャーム、みんなとても素敵になって、フレアバジェラードこれ持ってないっけ。7万って安いね。安くはないけど、あらー、熱っ食材なんで外にいんですか。私はさすらいの料理人。あれ、素晴らしき世界の住人じゃないの。10年にわたる料理の修行の末、ついにスパイス料理を極めることができたのだ。新しいパターンかこれ。君たちは本場のカリーという料理を食べたことがあるかな。それありますよなんでクレス、そんなさ反応冷たい時あんの。カレーなんて珍しくないじゃないですか。チッチッチ、本場のカリーと言っただろう。本場のカリーはそこらのカレーとはスパイスが全然違う、断然違う。一度味わってみるかい。はい、辛そう。特製スパイスたっぷりだぜ。これ何何、すず、クレスさん、これは何という食べ物でしょう。すずちゃんまだちょっと食べれないんじゃないかな。あ、これはね、お嬢ちゃん食べてみるかい。うまいぜ。そうですか。ギャーすずちゃん、あそんなに辛いんかこれ。大丈夫音声入んないとこれ大丈夫かい、すずちゃん。はいあんなに取り乱すすずちゃん珍しくない。平気です多分。私は甘いものの方が好きですあ、甘党。カレーライスを料理できるようになりました。え、これすずちゃんカレーライスあんまり覚えにくいとかあるのかな。あ、そういえばはやぶさ忍者も覚えました。40超えたんで。で、甘党、甘いものが好きな人をこう呼ぶ甘党にするかさ。料理カレーライス、カレーライスだ。人参、じゃがいも、ライス、スパイス、チキン、ビーフ、ポークから一種類か。黄金配合のスパイスが味覚を刺激、全 HP 大回復、解毒、麻痺、麻痺になりそうですけどむしろここなんだろう。あと3つだけだよ。カレーライスはまだ同じこと言ってるわ。あ、そっか、イベントのためにもう一回喋ってくれる。残念だなカレーライスはあんまトマト入ってないやつが好きです。燃えているやつに今水をぶっかけるのが一番さ。なになになにどうしたの。メイコギースって知ってるか。へえ、すごいな。拳で鋼を鍛えるってヤバくないか。鉄拳ギースって呼ばれてたんだけど、どっか行っちまったんだ。へえ、暑いね。氷に包まれた大陸に町があるんだってさ。こんな暑いところからそこへ引っ越したいね。なんか向こうでもそういう人いましたよ。石化山火で全滅した大将がいるそうです。あなた方も気をつけた方がいいですよ。ほーい。エルフの集落の奥のトレントの森、エルフの聖域フェイムダールには精霊様がいるんだ。超古代の古文書には伝説っぽく書いてあったけど、本当に存在するんだよ。
本当だよ。ああ、分かった。お弁当の話これ。ギースさんは人目を避けて、とある小島へ移り住んだっていう話ですよ。こういう頻度くれるんだね。サーロインだった、ここ。スパイスいっぱい持ってるし。マンゴスチン。ねえ。あれ、マンゴスチンとか、プルーンって初めて、売り始めたのかな。アイテムで手に入ってはいたけど、そうかもしれない。というわけで、今日はここまでにして、次回あっちの炎の塔を登っていこうと思います。はい。ではご視聴ありがとうございました。